しなければいけないということで連れて行かれまして、何でもみんなコンペの回る寿司ではないから家にいろいろ来のおやじさんが歩いてくるんですよ。やめなさいよって言って、分かりましたっつった、こういう、まあその子でいいんです。そのお姉ちゃん、いや